生の宮中、女性と宦官のみが出入りできる宮宮で、下女として下働きをする少女マオマオ。マオマオは宮宮で生まれるお世継ぎが連続で亡くなるという呪いの噂を耳にするが、かつて花町で薬屋をやっていた彼女はその症状から連続死の原因が呪いではないことに気づいてしまう。お世継ぎがまた一人亡くなる中、呼び出されたマオマオは宦官である人士から文字が読めることを見破られ、とある場所へと連れられる。頭を下げお礼を言う玉葉妃に白を切るマオマオだったが、人士から証拠を突きつけられ観念する。マオマオは連続死の原因がおしろいであることを密かに手紙で伝えていたのだった。このことで玉葉妃の子を救ったマオマオは次女として出世することに。マオマオは持ち前の好奇心と知識欲で数々の謎や騒動を解決していく。宮中に名探偵誕生、小説家になろう初、ヒーロー文庫の大人気タイトルをコミカライズ。薬屋の独り言。